全然僕より緊張してないですね。僕の方が緊張してますね。うん、81番運動神経中枢の怪物シェイン小杉であります。24歳。小杉一族の野望を引っ提げて、さあ店員の前にこのシェインが行くか。相変わらずのバネ、俊敏なところを見せつける。ちょっとローリングマナタ手こずったがどうだ。ここは盤石だ。遠心力、これをものともせず全身の筋力でそれをこらえていった。揺れる足、お見事。どんでん返しはない。さあそして鬼門であります、ジャンプハングはどうだ。軽々だ、まるで一瞬無重力状態。さあ上から上から、シェイン一でも上から、一瞬のハンモック状態。足を取られたがどうだ。蜘蛛の巣に一瞬足を阻まれたようだがどうだ。残りあと34秒。最大の鬼門、そり立つ壁、そり立つ壁を攻略できるか。おっと左るか、おっと左の手がかかった。さあもう一回ラストチャンスか。残り22秒。さあどうだ、手がかかった。さすがだ、さすが手がかかった。小杉ファミリー第2の資格。さあ太い綱に手をかけていった。残り11秒、バスンとぶつかって残り8秒。さあこれはいけそうだ、いけそうだ。残り5秒、残り5秒。さあこれで秒殺だ。残り1秒とわずかを残して、シェイン・カラクも第一ステージを制しました。Shane Kosugi made up for the time he lost on the warped wall with a terrific jump hang and some powerful rope climbing at the end. All right.